ビションフリーゼは犬の品種。フランス原産の犬。ビションはマルチーズ、フリーゼは巻毛という意味。特徴は純白の巻毛。愛眼犬にもかかわらず特殊な遺伝的疾患もなく、極めて健康的な体質と健全な心を持つ稀な犬種でもある。その起源は古く、14世紀にはその存在が認められている。体重はキログラムからキログラムで、 個体差が大きい。地中海沿岸でバルビーと呼ばれていた大型のウォータードッグと白い小型犬を掛け合わせて作られたのが起源。この掛け合わせはバービションズという系統として確立され、その後ビションと省略された。当時、ビションの系統はビションマルチーズ、テネリフェ、ボロニーズ、ハバニーズの4種類に分けられたが、その中で 船乗りがカナリア諸島のテネリフェ島に持ち込んだとされている。テネリフェが後のビションフリーゼとほぼ同じ犬種と言われている。14世紀には船乗りたちがテネリフェ島からイタリアへ持ち込み上流階級の人々の愛玩犬として注目を集めた。16世紀にはフランスのイタリア侵攻後にフランスに渡り、フランスは一世やアンリ三世の愛玩犬として愛され、 各地に人気が広まった。ヨーロッパ各地に人気が広まって、数世紀後、人気は、停滞気味となり、上流階級の愛岸圏からどこにでもいる家庭圏へ、道行く人々に芸を披露したり、サーカスなどで、大道芸人たちに愛され、辛うじて生き延びることとなる。第一次世界大戦により絶滅の危機に襲われる、ことになり、保護した兵士たちもいたが、 この剣士を絶滅から救おうという動きはほとんどなかったに等しい。後に数人のフランス人繁殖家たちがビション・フリーゼの救済運動に乗り出し、1933年、正式にビション・プワル・フリーゼと命名される。その後、第二次世界大戦により再び存続の危機に見舞われるが、1950年代にアメリカに持ち込まれ、綿棒子のような大きな頭の パウダーパフスタイルが開発された。その斬新なヘアーカットから、たちまち人気を集め、1971年には、悪に承認された。性格は陽気で、動物大好き、人間大好きであり、人懐っこい。家族に非常に従順で、基本的に聞き分けは、良い方である。番犬にも向くが、猫のような奇妙な特徴を持つ犬種。ビションフリーズ飼いやすい犬種だが、 小型犬であるにもかかわらず非常に活発で、ある程度の運動が必要となる。個体にもよるが、階段の上り下りなど、本来犬が苦手とする行為も経験とこなす。病気はあまりないが、人が大好きなので、放っておくと、ストレス性の疾患に注意が必要。長生きなため、長く付き合う覚悟が必要。脱毛しにくい。耳の病気が多い。また、大型犬とも、 上手にコミュニケーションし、犬同士での喧嘩をあまりしない。だいたい13年から16年の寿命だが、21年、生きたビションフリーゼもいる。ありがとうございます。